にちは。こんにちは。こんにちは。今日は大草の誕生神社前、かかし祭りの会場に大草のコミュニティの皆さんに集まっていただきました。このかかし祭りは今年で2回目ということですが、どういうきっかけで始まったんですか？はい、このかかし祭りはですね、去年から始めておりますが、地域の方のご協力でですね、今年はこんなにいっぱい、55体という数が立ちました。よろしくお願いします。11月20日まであっておりますので、まだ来てない方は子供さんとかおもがさんを連れてですね、楽しんで来てください。はい、今年のかかしもきれいに、できました。皆様のおかげで古着を持ち寄って、いただいたものです。今年のメインは60年前に大草の小唄っていうのがあったそうです。大草の小唄、大草小樽橋小唄2つでね、それをメインに、歌もなんか踊りも大草の方たちが、制作して、作っていただきました。よくできたと思っておりますので、ぜひ見においでくださいませ。私今年から初めて関係しておりますが、皆さんたくさん集まってですね、お茶さん飲みながらあーしゅうこうしゅうって楽しく作りました。どうぞ見に来てください。はい、ユーモアあふれる隠しがたくさんありますよね。それでは今週も元気に嬉野ホットステーションスタートです。10月22日土曜日と23日日曜日、みゆき公園テニスコートにおいて第4回ニューミックステニス大会が行われました。今年は頑張れ東北、頑張れ日本を大会テーマに行われ、東北3県から5名の選手が招待されました。福島県から参加した平沢浩二選手は、この大会が震災で途絶えていたテニス活動の再開のきっかけになると話しました。震災以外いろいろなことがあって、なかなかこの大会に出るっていうモチベーションが上がらなかった中で、この今回その招待させていただいたっていうことが自分の中で、結構大きなきっかけになりつつあるように感じています。選手たちは健常者、障害者に関係なくペアを組みます。皆さんはつらつとしたプレーを展開していました。中にはパラリンピックに出たことがある選手もいるそうです。宮城県から招待された佐藤忠夫選手に大会に参加して感じたことを伺いました。普段地震の前は普通にできてた当たり前のことがいなくなったというか、仙台のチームにいるんですけども、地震でコートが壊れたり、津波の被害に遭ってできなくなってるっていうか、こっちは地震の前と同じ状況っていう、普通にできてるんで、長くなかった時のありがたみが足りなかったのかなみたいな感じに思います。日本一のバリアフリーの街嬉野を目指して、皆さん一緒に頑張りましょう。10月24日月曜日、嬉野市役所塩田庁舎で大規模な災害時の応援に関する協定の調印式が行われました。これまで嬉野市は鹿島市、太良町、東園木町などと防災協定を結んでいましたが、今回は国土交通省と協定を結びました。というものは電話とかファックス、メールというようなですね、こう顔を見合わせて行うことがなく、この協定を結ぶことにより、嬉野市の河川や道路が被災した場合、
国土交通省九州地方整備局はヘリコプターで撮影した被災地のライブ映像の提供、排水ポンプ車、遠隔操作ができるロボット重機などハイテク機材による支援、防災ネットワークによる情報の提供、共有、緊急災害派遣隊などの応援を行います。谷口太一郎嬉野市長、樋口久俊鹿島市長、岩島正明多良町長らが一堂に会し、中島明政国土交通省九州地方整備局長とそれぞれ協定を結びました。今後国と自治体が共通の認識を持つことができ、災害時の迅速な連帯と支援が期待されます。